って監督の画面目がけて打てるというか、入ってますよ、入ってます。おっ、つけてますよ、つけてますよ。いや、まだ入れてない。はい、ここ座って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 、あれ入れる。ただいまから平成26年度全日本9人制バレーボール総合女子選手権大会準々決勝、 A コート富士通店兵庫県対山梨中央銀行山梨県、 B コート鹿児島銀行鹿児島県対群馬銀行群馬県、C コートパナソニック ES ブルーベルズ大阪府対パイオニア埼玉県、 D コートイビデン岐阜県対佐伯町妖怪 IO 大分県、試合を行います。はい、おはようございます。全日本総合の準々決勝 D コートで、私、元パナソニックエナジー女子バレー部コーチの前田と、松田の監督茶川氏2人で、この試合の解説をしていきたいと思います。茶川ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このクラブカップ の、 あの優勝チームなんですけど、ちょっと あまり見る機会が ないというか、今回まあ初めてということなんですけど、茶川さん、だいぶあのクラブカップ の、 あの徴用会のチームご存知でしょうか。見てないんですけど、はいはい、まあ、昨日試合やるのちょっと、はい、あの見させていただきます。はいはいはい、まあ、あの9人制のバレーを、はい、クラブチームで練習量は実業団に比べて短いとは思うんですが、それなりに、はい、9人制のこう、はい、プレーをやる、あ、で、まあ、個々の能力が非常に高い、はい、あ、そうですか、はい、チームだと思いますね、はい、じゃあ今日かなり、まあ、接戦が予想されるというか。そうですね、ただ、はい、イビデンの、はい、まあ、攻撃力っていうのはやはり、はい、まあ、このベスト8の中でも、トップクラスなんで、はい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 、まあ、それをどう、今の徴用会がですね、はい、食い止めることができるかっていうのが一つの鍵になるんじゃないかと思いますね。まあ、イビデンさんは、全日本でも、決勝まで進出していますし、そうですね、またね、北海道でありました桜田杯もね、はい、決勝まで出ているチームなので、まあ、今大会ね、まあ、ある意味こう優勝 ね、 そうです ね、 ね狙ってくるようなチームなので、はい、注目したいですね。まあ、はい、この大会で最後っていう選手も、はい、結構、はいはい、いるようなんでですね、はい、まあ、そういう意味ではそうです、ね、優秀の美といいますかね、はい、そういう思いで、はい、選手は来てるんじゃないかと思いますね、はいはい。まあ、今のイビデンの、あの13番中吉選手なんですけども、はい、ああいう強弱をつけたプレーが非常に上手ですね。はい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 、ああ、練習量に関しては、まあ、イビデンの方が、まあ、そうですね、上回ってますわね、はいはい、でも、まあ、クラブカップで優勝したという実績があるので、
はい、まあ、序盤はまあ互角ですね、はい、そうですね、はい、ちょっと今見たところあのなんか、徴用界 の、 あのブロックがね、ワンタッチを取って攻めるようなあのそんなブロックのホームにあの見えるんですけど、茶川監督いかがですか。そうですね、ね、はい、まあ、はい、どうですかね、イビデンの攻撃っていうのはやっぱり非常に早いんでね、でやはりそのブロックが結構割れるケースがやっぱりたくさん出てくるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、まあ、イビデンのいろんな時間差攻撃とか、早い攻撃にどこまでブロックが、はい、ね、東洋会のチームがついていけるかという部分なんでしょうけど、あ、今ワンタッチがあってオーバータイムですね。4対3で1点のリードですね、イビデン。今ワンタッチがあったということですか。そうですね、はいはい、ワンタッチあってオーバータイムという判定ですね、はい、まあ、序盤ちょっとお互い探り合いっていうところですね。まあ、あのイビデンもね、はい、徴用会とやったことは多分ここ最近ないと思います。ないんですね、まあ、どれだけ気持ちが強いか、うん、ね、強いものを持ってるかがなんか勝敗を分けるような気がしないでもないんですけど、まあ、あの、はい、ね、あの最初にも言いましたけども、あの徴用会の選手っていうのは練習量は、まあ、はい、まあ、実業団に比べれば短いんじゃないかとは思いますけど、個々の能力っていうのは、まあ、九州、やっぱり例えば東九州有効高校だったり、はいはい、このあたり、まあ、いわゆる個々の能力が高い選手が結構いますので、ね、はいはいはい、あ、はいはい、6対4、イビデンが2点をリードして、ここまでの展開を見ると、はい、うん、イビデンの弱にやられてますよね、うん、打ってやられてるんじゃなくて、弱いボールでやられてますね。そうですね、はい、難攻、はい、1点差、6対5、1点差で、そうですね、徴用会がサーブです。徴用会3番の選手、早瀬選手のサーブですね。結構あの大きいんですよね、徴用会前ね、大きいですね、大きいですね、はい、うん、7対5でイビデンリードでサーブ、ね、イビデンサーブです。今徴用会の7番の選手ですね、時間差で副島選手です、ね、そうですね、佐賀台7対6、1点イビデン1点リードで、今左の選手ですね。そうですね、はいはいはい、7対7で、徴用会がサーブです。まあ、ここまで互角ですね、はい、そうですね、はい、
相変わらず速いですね。 お互いにこう攻撃の方はね得点をしているので、なんかあの変なミスが出た時に、そうですね、ね、セッターに帰った。あ、うん、ここまでは結構あの単発で決まることが多いですよね。はい、そうですね、はい、そんなに強打のスパイクじゃなし、そうですね、コースをうまく打ち上げてるって感じですね。徴用会ね、はい、はい、2番のサーブです。あ、オーバーネットですね。オーバーネットをだいぶ意識してのブロックなんですけども、徴用会オーバーネット取られましたですね。イビデンさん実業団のチームと、はい、まあ、もちろんあの富士通とか、はい、あのブルーベルズとか、はい、あのパナソニックの ES のチームとか実業団のチームを中心にね、中心がほとんどそういう練習試合をやってますので、はい、まあ、クラブチームと、まあ、なんか軟膏みたいなあのスパイクにちょっと慣れてないような気がするんですけども、はい、茶川さんどうですか。どうですかね、まあ序盤ね、はい、あのやはり難攻で結構イビデン点取ってましたから、ええ、そういう意味では今、はいはいはい、そういうところは心配ないですかね、やっぱ見受けられるかもしれない、ね、はい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 、はい、あートスミスですね。10対9、イビデンさん1点リードで、選手交代ですね、10番のイビデンさん選手交代。はい、ピンチサーバーですね。さあ10対9、1点リードでビデン、ピンチサーバー1本目とと ボールが入らなかったですけども、さあどうしますか。やはり一、はい、つのポイントは、はいはい、やはりあの前はね、はい、そこそこ徴用会さんってできると思うんですけど、まあ攻撃の見させてもらったら結構やっぱり守りがね、あ、はいはい、バック、はい、ちょっと若干弱いかなっていうイメージを受けましたね。だから逆に前で勝負されると、はいはい、徴用会さんの意味では非常に厳しい展開になるので、まあ、バックのレシーブがポイントということになるんですかね、徴用会の方はね。だから前はね、はい、やはりブロックもそこそこ高いですし、だからあっこへやっぱり引っ掛けて、ね、はい、つなぎっていうような展開に、徴用会としては持っていきたいんじゃないかと思いますね。はいはい、ね、イビデンさん、今の選手交代元に戻っています。得点1点リードでイビデンですけども、サーブは徴用会。ああいうボールですよね。オーバーネットこれで2回徴用会取られてますね。はい、ちょっとこう南高の方に、南高の攻撃にちょっと今2点ほどオーバーネット取られてます。イビデンのあの2番の選手、佐藤選手ですね、この選手の
当たりが出てくるとかなりあのただただ ちょっとまだ肘を痛めてるって、ね、あ、そうなんですかね。だからあんまり打たないですよ。ああ、はいはいはい。サポートもちらっと聞きました。はいはいはい。徴用会1回目のタイムアウトです。3点、イビデンさん3点リードで、さあ、中盤戦、どういう展開になりますか。13対10でイビデン3点リード、試合再開です。はい。クロスのスパイク、徴用会クロスのスパイクは決まっています。2番の松本選手ですね。身長は164センチなんですけども、いいスパイク、いいスパイク決めてます。2点リードでサーブは徴用会です。今のは高かったですね。そうですね、上から行きました、はい。さあ、イビデン3点リード、ライトのスパイクが、強烈なスパイクが決まっています。はい、さあ、前から、強烈なスパイクが決まりました。15ですね。15対11です、はい。4点リードでイビデンサーブです。ライトエースの徴用会2回目のタイムアウトですね。はい。ちょっとあのライトのイビデンのライト のエースのスパイクが3本ほど決まってますね。加藤ね、はいはい。まあ、ポイントゲッターなんで、ね、はい、そうなんですね、はいはい。でも、まあ、あのなんか、それワンタッチを取ってライトの方にあの二段トスを、はい、上げてますので、二段攻撃がトスが、まあ、上がればね、二段攻撃もできるという。さあ、4点リードでイビデン、イデンとしてサーブ、まあ、ここまでの展開を見ると、はい、ちょっとイビデンの方がちょっと硬いかなっていう気がします。はい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 、はい、逆にその徴用会は、まあ、あの実業団桜でも準優勝したりとかっていうイビデンを相手にですね、その意識は、はい、気持ち的にね、はい、ゆとりを持ってと言います、思い切ってやってるような、そういうふうな感じで見受けられますね。はい、まあ、ちょっと徐々にイビデンさんが、そうですね、動きも出てきたし、
16対12でイビデンサーブ、はい、サーブイビデンです。と今のなんかでもね、はいはい、はい、いつものイビデンらしさがちょっとないですね、そうだ、今のアウトですね、アウトですね、はい、油断ではないんでしょうけど1点、スパイクミスですね。16対13、3点リードでイビデン、3点リードでサーブが超要界です。サーブ5番のサーブですね、牧野選手ですね、牧野選手のサーブです。さあイビデンさん、じっとサーブレシーブをセッターに返して、速攻で攻めたいところですが、あ、ちょっと乱れたですね。あ、ちょっと調子がね、出てきたんですかね、まあ、今のは得意の B を飛ばして、はいはい、前田選手に B 飛ばす、その後ろから、はいはいはい、ですね、時間差ですね、時間差ですね。ちょっとこの4点の差は少し、どうですかね、まあ、このままね、ずっと進めばイビデンだというような気がしますけど、うん、ああ、はいはい、早いですね、そうですね、ワンタッチ高いレグ、はいはい、選手のね、ワンタッチをうまくつないで、ちょっと点数が空きましたですね。18対13、イビデン5点リードでサーブ、イビデン、さあ超要界どうしますか。5点差ですけども、18対13、オーバータイムですかね、今ワンタッチと判断されて、ワンタッチを取ったんでしょうね。今イビデンさんの、うまいフエントが決まって19対14でイビデンサーブです、このまま1セット目イビデンさんが逃げ切るでしょうか。取りましたね、うん、あれ、あー、はい、クロスのスパイクが決まっています。朝陽会2番の選手ですね、松本選手決めています、得点19対15、4点差どういう風になりますか。うん、もう一歩ありましたね今、うんうんうん、あ、はいはい、ああちょっとミスが出ましたですね。 スパイクミスが、タッチネットの反則です。連続得点ですね、朝陽会連続得点です。
ちょっと難航が決まりました。20対16、イビデン、セットポイントですね。さあ挽回できるか徴用会。サブカットから速攻が決まっています。20対17で、さあ3点リードでセットポイントを迎えていますけども、サーブは徴用会です。最後ライトエースのスパイクが決まって1セット目21対17でユイデンさんが取っています。前田さん、1セット目を振り返ってどうでしたか？徴用会さんがオーバーネット出来上げしないようなね、ホームであのブロック飛んでるんですけども、それでも2点ぐらいオーバーネットの反則があったんですよね。あれは手首が出てるんですかね、手のひらから上は大丈夫だと思うんですけど。いや出てるんじゃないですか、ね、出てるんですかね、はい、出てるんだと思いますよ、こちらから見るとそういうふうに見えたんですけども、出てるんですね、出てるんだと思います、はい、ちょっとまあ主審の方ね、拭いていましたので、さあ2セット目再開です、はい、2セット目、はい、ちょっと徴用会の雰囲気を期待したいですけど、チームのなんか徴用会のムードとしてはこういう感じなんですかね、どっちか言ったらこうね、難航にが得意とするチームに見えたんですけども。どこがですか？徴用会。いや、そんなことない。そんなことないですか、はい、1セット、2セット目、1点目がイビデンに入っています。
ちょっとあの2セット目イビデンがちょっと落ち着いてプレーができてるかなという気はするんですけど、ミスが出ましたね。これ逆のパターンにならないといけないんですけども、ちょっとミスが出ましたですね。3対0でエビデンさんがリードで、張陽海1回目のタイムアウトです。お互いにあのクラブカップの優勝チームで、張陽海はまたエビデンはね、今年あの全国大会上位進出をしていますので、さあタイムアウトを解けました。3対0イビデン3点リードで、サーブがイビデンです。さあ張陽海どういう形になりますか。ちょっと今、サーブカットが少しね、そうですね、崩れてますね、セッター崩れた形で、はい、状態としてはあまり良くない今状態が続いていますけども、まあ、張陽海としても我慢ですね。はい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 、まあ、セッターに帰りましたですね。はい、これで時間差です。左のスパイクがネットにかかりましたけども、それが幸いというか、ボールが落ちています。4対1、サーブ張陽海です。2番の選手ですね。松本選手ですね。あ、サーブポイントが出ました。4対2、珍しいですね。そうですね、はい、ここは5番の富山選手、サーブレシーブの要なんですけど、はいはい、大体彼女がほとんど取りいきますからね、サーブレシーブは。はあ、まあ、きちっとブロックにこうかかったというか、5対2、3点差が開きました。ちょっと張陽海の奮起を期待したいんですけども、サーブカットは返っていますね。はい、時間差というか決まってますね。時間差ですね、はい、1セット目あのね、チャガーさんがおっしゃったように、あの、張陽海のレシーブが、そうですね、バックを含めたレシーブがね、はい、どれだけ拾ってセッターにボールが返るかいうことがね、なんかポイントになってきそうな気がしますけど、やはり張陽海も、はい、サーブレシーブがセッターに変えると攻撃力は持ってますんで、ね、はい、ただここまでの展開はちょっとサーブレシーブが崩れてるんでね。そうですね、ちょっとね、あー、タッチネット、
徴用階にタッチネットが出ましたですね、ミス。6対イビデンも、はい、そんなサーブレシーブがここまでいいわけじゃないんですけど、ただやはりあのリバウンドを使ったりとかして、はい、自分らのいい状態に持っていってから勝負してますね。そうですね、よくあの、まあ、9人制のバレーをね、そうですね、チートやってるというか、はい、はい、スパイクは決まっています。6対4ですね、はい、さあ2点リード指でやしてますけども、どれだけ挽回できるか徴用会。サーブは4番、これも大きいですね、はいはい、うーん、ちょっと今指伝さんがミスが出ましたですね。あのイビデンもね、うん、その1セット目もそうですけど、決して いいわけじゃないんですけど、はい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 、いつものイビデンらしさではないですね、そうですね、はい、よく取れましたね。これはなかなかうまい、今難攻のスパイクで、2番の選手決めていますけども、あー3ポイント今、なんかネットインとかの監督が、あの徴用会の監督がアピールしていますけども、多分当たってないと思いますけど、うん、はい、うん、さあ判定はどうなるでしょう。はい、ポイントですね、8対5でイビデン3点リードで、サーブですイビデンの、さあ、徴用会粘りのバレーで今1点を取っています。8対6、イビデン2点リードですけども、サーブは徴用会一番の選手ですね、武田選手ですね。さあ早い攻撃が決まりました。速くて高いですね。そうですね、はい、あれはやっぱり前で締めるとね、はい、なかなか厳しいですね。高いですね、はい、ワンタッチを後ろはちょっと拾い切れないですね、そうですね、取る、微妙になんか徴用会さんサーブカットが返ってないですね、はい、その分ちょっと苦戦ですね。リバウンドを取る余裕を持ってますね、ユビデンさん。はい、ワンタッチで2段で攻めて決めるという、あの今の中のワンタッチして、その後のつなぎの方が、もう少しね、はい、打てるところに行ったら、そうですね、徴用会さんも勝負できるんでしょうけど、はい、そうですね、徴用会さんに2回目のタイムアウトですか。ちょっと、ね、1セット目も取れてますので、徴用会さん4点の差がありますけれども、ちょっとどうにして立て直したらいいでしょうか。まずやっぱり、うん、あのサーブレシーブ、はいはいはい、まず、接待返すこと、難しかったら、まあ、はい、上に上げて、はい、つなぎをやはり丁寧にして、そうですね、はい、スパイカーに勝負させるというような、はいはい、そういう展開にすればいいんじゃないかと思いますね。サーブレシーブを含めたレシーブ、もうちょっとこう頑張っていただきたいですね、はい、
タイムアウトが解けました、2回のタイムアウトが解けました、はい、サーブ指伝です。さあ、張陽海さん、挽回なるか。あ、ちょっとこの場面のサーブポイントはちょっと痛いですね。ちょっと11対6、5点の差がつきましたけども。さあ、どうしましょう。うん、はい。今そっ、はい、そうですね。はい、はい。縦のエイクイック、ね。はい。さあ、4点差でサーブ、張陽海です。さあ、イビデンさん、突き放せるか。その張陽海としては、はい。サーブレシーブで結構崩されてるんで、はい、サーブでなんとかしたいっていう気持ちは分かるんですけど、パスが入らないですよね。そうですね、はい、逆に力が入ってね。そうですね。このつなぎのトスなんですよね、うん、ちょっと微妙なんですが、離れてますよね、そうですね、トスの、トスの精度になるんでしょうか、はい、はい、あ、ちょっと今セッターのプッシュが決まっています。張陽海のセッターのプッシュが決まっています。11対8ですね。ちょっと今うまい攻撃がありました。サーブは7番の選手、張陽海サーブです。これも大きい。うん、あ、サーブカットが乱れましたですね。ちょっと点差が2点差ですか、はい、はい、ちょっと今張陽海さんチャンスの目が出てきたと思いますが、どうでしょうか。さあ、チャンス、これもチャンスですね、はい、はい、これもそうですね、はい、ですね、はい、いいトス、いいトスですね、はい、さあ、チャンスは、さあ、どういう攻めをするんでしょうか。セッターに帰りました。時間差ブロックかかった。あ、あ、うん、ちょっと強打の彼女は構えあれうまいんですよ ですよね、はい、はい、ちょっとこう強打のスパイクにフエントの反応ができなかった感じですね。12対9、3点リードでサーブ指点です。うん、一生懸命接待に返そう、二段トスを精度上げようと思ってるんでしょうけど、うね、ちょっとそれがね、はい、うまくかみ合ってないという感じでしょうかね。あ、これもね、はい、はい、無理やりか、ちょっと二段トス、あ、さあ、チャンスですね。うん、最後はやっぱりイビデンさんの、はい、エースの選手に決められていますね。13対9ですね。4点リードですね、はい。さあ、張陽海さん、どうしますか。チャンス、うん、はい、はい、セッターに入った。あ、今のも結果的には良かったんですけど、うですね、どうですかね。チャンスボールのパスがちょっと大きかったんですけど、まあ、あれは二段攻撃して、まあ、いいことはいいんですよね。そうですね、はい、いいんですけど、はい、あまり多用すると、そうですね、はい、もうね、先方として、あー、サーブポイントですね。うん、イビデンも決してサーブレシーブ返ってるわけじゃないんですね。ポイント結構取られてますよね。そうですね。
完璧ではないですね。13対11で2点リードしてますけども、さあ張陽海さんどうしますか。まず第1サーブを入れてますね。はいはい、あ、まあ、これはもうあの普通のバレーなんでしたけど、いかにセッターにもうねサーブカットが変える率が高いチームが、ね、このレベルまでいけばね、はいはい、まあ、価値がね見えてくると思うんですけど、んー、あ、変えましたですねセッターに、はいはい、今みたいに変えるとやっぱり、ね、はい、攻撃力は、ね、ありますのでね、はい、まあ、2点差なのでまだ分からない、まだね、まだ分からないですね、はい。あ、ライトのエース、ライトエースのうまいクロススパイクが決まっています。ちょっと点差が2点まで差までいくんですけども、それを縮めるまだね、そうですね、ちょっと力が、うん、出てこないですね張陽海さん。まあクラブ選手権チームの、優勝チームとして頑張っていただいたと思います。ワンタッチを取って2段で攻めるトススパイクが、うん、イビテンさんの方がそうですね、まあ、レベルが高いということになる、なるでしょうかね。今、はい、でもチャンスボールは返ってきてるんですけど、その決めきれてないところもありますよね。そうでしょうね、はいはい、これもチャンスを返す。そうですね、はい。あ、今決まりました、ね。ワンタッチですか。はいはい、はい、さあ三点差でサーブ張陽海。これも大きい。はい、そうですね。164センチなんですけど、あの2番の選手、はい、よく、頑張ってると思いますけども、ね、はいはい、問題ここですね、2点差まで決まりました、ね、はい、そうですね、はい、もうタイムを 2回取ってますので、はい、もう本当にチームの力で、選手の力で、まあ、エースのパワーの差がちょっと出てる感じですけども、はい、まあ、加藤選手はね、はい、今回出てきてる、チームの中でも、まあそうですね、トップレベルのスパイカーなんでね、はいはい、ね、これもチャンスボール返ってきてるんですけど、そうですね、これ決めきれないんですよね、はいはいはい、これがね、はい、そうですね、読まれてる部分もあるんでしょうかね。あーはー、あ、今両サイドにね二段トスが、はい、スパイカーの打ち出すというところに上がってますわね、はい、その差もあるでしょうけどね。4点差がつきましたけども、18対14、上ですね、ちょっとブロックの上です、ちょっと余裕の展開になってきましたですね、はい、イビデンさん、マッチポイントまで、マッチポイントまで2点差ですか、はい、はい、
やっぱりどうですかね、彼女はスイングが速いんでね、うん、あはい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 、うーん、今のも上ですね、ブロックの。ああそうですね、この総合の大会ではライトのスパイカーとしては1番ですかね。そうですね、の力とパワーを持ってますね、はい、さあマッチポイントになりました、6点差です。さあエビデンサーブ、ちょっと今アウトかもしれないですね、はい、ちょっと手を出してしまった感じです。さあサーブ1本目が入っていませんけども頑張ってほしいですね。うん、レフトから強烈なスパイクが今クロスに徴用外の選手、レフトエース決めました。さあ得点が20対16、さあどうなりますか。もう1点取るとね、分かんないですね。そうですね、ま、はい、はいはい、さあセッターに、セッターに帰った、ライト最後、最後、ライトエースの中野が決めています。第1セット21対17、第2セット20対16、イビデンさんが準決勝に進出です。解説松田の茶川監督ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは第1試合、パナソニックエナジー女子バレー元コーチの前田と、松田の監督茶川さんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。